らり人の言葉の中、頭に咲いた少しの気分と平凡とかコミュニケーションなど優しさを含めてみたりして、誰もがらり人の言葉の中、頭に咲いた少しの気分と平凡とかイニシエーションなど優しさを含めてみたりして、おいおい、ハイタッチして割れる毎日で、太陽を体内の内臓まで燃やして、おおジャンプしてんだずっと、嫌いなものから探してる魔法など愛すべてから脱皮したい。12月の夜ように、この力に逃げてしまえばいい。